信じられないよ。てか信じられないこと多いのよ。あのー、僕は言いましたけど、あの、サメズ、試験場、で、免許の更新、サメズだったんですけど、もうこの時代にですよ、まだ、なんか、市長、学校の市長学室にあった、なんかこういう、こういう、ここに、ここに紙を置いて、 なんかこういうキリンの首みたいなので映すプロジェクター知ってますで、あの、授業中寝るなよって言うんですよ、が、その、教官が。いや、寝るつもりがないし、しっかりと、あの、免許の更新の授業を受けたいのに、こ、こういうやつで、もうピントが全然合ってなくて、何度も俺、俺のメガネが悪いのかなと思って。 何度も見たけど、このプロジェクター自身がもうめちゃめちゃピントが合わないやつなのよ。府中の免許センターもそうなのあれ映像薄いよね。だって PC からそのまま出せよと思って。毎日使ってんだから。で、なんか紙持ってきてさ、なんか毎回この紙を写しながらやるんだけど、もう質問しに行ったもんね。ちゃんと見てよっていうのに、これ、 ピント、あこれ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 使ってんだよ、まだバカかよ、と思ったよ、これ。PC で、そのままポンでも、全然、その、今までの事故の話とか、こういう現場はこういう風に気をつけましょうって、やれるよまだこれ使ってんだよで、言いましたけどね、私は。 隣にね、めちゃめちゃ立派な駐車場を作ってたんですよ。で、なんでこのキリンみたいなプロジェクターまだ使ってんですかつったら、お金がないって言うから、もう隣にあれだけの立派な駐車場を作られて、このプロジェクターを PC に変える予算がないってことありますで、どっちが重要なんだろうか駐車場かねいやいや、違うよ。 免許の更新で、まあ、違反した人が悪い、まあ。私も違反しました。あの、一時停止やらなくて、あの、点取られたんですけど、まあ、それは僕が悪いです。一時停止しなかったから。で、その、次は、えっと、ちゃんと交通ルール守るぞって思いながら授業を受けてる人に対して、絵の予算が使われないって、やっぱ、おかしいと思うんだよな。 で、多分このプロジェクター使ってるとこまだあるんじゃないどうなってんのよ、あれ。信じられないも、もしかしているあなたの、あなたの会社でまだこれ使ってるとこあるあれの良さって何なの腹立ってきたわ。あれに、いつ買ったのよ。 あの、こ, <laughs> これ、いや、これが重宝されてた時代あると思うよ。あの、画期的だねと、こんな便利なものがあるんだねっていう時代は確かにあったと思うよ。それは、これ,これを開発した業者さんとかに対してはリスペクトします。その時代においてはね。だけど、今はもう、 パソコンの中に資料全部入れて、そしたらあの紙資料もいらないんだから、なんかペラッペラのなんかもう、いろんな事故現場のやつをさ、紙で、こう、まとめて、で、まあ、こいつはなんだけど、な、60歳から70歳ぐらいの教官がいて、おじいちゃんとおばあちゃんが、あの、教官として教えてるんですけど、 いや、それ、あなたが使えないだけなんじゃないですかと思っちゃうのよ。こんなこと言ってたら、俺次免許取らせてもらえないんじゃないのでも、俺が、あの、こんなに言葉を荒げずにね、いや、これじゃなくてもう PC にして、ちゃんとみんなが、このピントが合ってない薄いピントのものでやるんじゃなくて、ちゃんと、 こう受講してる人がきちんと見るものにしないと、僕は、この、せっかくの講習の意味がないと思いますよって伝えましたけどね。で、あなただけがピントがずれてたんじゃないですかって言われたんで、僕の目のピントがおかしいって一回言われたんで、いや、だったら、ちょっと、あの、この休憩中にもう一回照らしてもらっていいですかっつって。で、その、 所長さんとかと一緒に見たんですよ、それ。そしたら、まあ、ピントがずれてると言えばピントがずれてるけど、まあ、見えないこともないかなーって言われて、いや、そのレベルでいいんかい見えないこともないかなじゃないよ。むしろあの、毎回配ってる、あの、教本もいらないと思って、 ついいででにに言っっっっったたけけどどここのの教教本本ててかかが利益をずっと得続けるためにこの教本作ってんじゃないですかつってあれいる教本みんな帰り捨ててるけど。家に持って帰れって言われるけど、みん、あの、ゴミ箱に捨ててんだからみんな帰り際。俺は持って帰ったけど。持って帰れって言われたから。持って帰って1ヶ月後に捨てましたね。いらないわ。あれもデータで欲しいよ。 ああいうのまだ変えられないだってあの本を作る、あの教本をもうデータにして、まあもうスマホをみんな持ってるんだからスマホにデータ QR コードで読み取ってもらってとか、よくないですかそっちで。家で捨てた。読まない。詳細。この教室で事故が起きてるんだって言ってまえ。 やっぱあれ、あれやっぱ変えないとダメだと思うよ俺。こんなに一時停止できなかった人間がさ、そんなこと言えないですけど。まあ私はあれから、あの、ちゃんと、法定速度、一時停止。でも一時停止もな、ここ、ここもそうか、そうなんかいっていう、標識があるっていうけど、標識もな、ちょっと見づら、 見づらいぞ。だけどまあ、自分が、それはルールを犯したので。で、そういう見づらいところに限って、待ってるよね。ピピー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 って言われるから。え、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 みたいな。<laughs> ここ、一時停止なの知ってましたいや、知らなかったです。ここ一時停止なんだよね。免許証。<laughs> 何 一時停止なんの知ってるっていう質問いるいらないわもう、あの質問も。ごめんね、ここ一時停止なんだよね。一時停止してなかったから、免許見せてもらえるでも、よくないなんか、知らないって言ったらさ、見、見逃してくれるのかなって、一瞬思っちゃうような質問の仕方、あれいらないよ。これ理解してもらえます あの質問がいらないっていう。そうそう、知らないなら許されるのか、なのよね。知らなくても知ってても、それはルール違反なんだから、もう取り締まられるしかないんだけど。僕もあります。あれいらない <laughs>。 わかります。イラッとするよね。そう。イラッとすんのよ。あ、あの質問もういらないから、もうさっさと切符切ってくれと思うから。もう違反ながらね。なんか、あの,あのコミュニケーション一ついらないよなそう、言いたいだけなのよ。お兄さん、ここ、一時停止なの知ってるあ、知らなかったです。これ一時停止なんですよ。免許証。い <laughs>、いらない。もうすぐ免許証でいいよ。 一時停止の基準が警察官によって違うのが変だよなえ基準が違うもんなのそれは一緒なんじゃないの